はいどうも、エクストレイムです。本日は、豊浜のお魚広場で買った、タイをさばいていきたいと思います。こちらね、鱗の方はもう取ってもらって、今からさばいていきます。さあ、危ないので軍手してね。まずは、頭を切り落とします。それで、まあ、タイとか結構頭硬いんですけど、こういう、場所がね、わかれば簡単に落とせます。そして、今度はお腹を開いて、内臓を取り出していきます。で、一度、こちら、綺麗に洗っていきたいと思います。さあ、綺麗になったということで、こちらをまず三枚おろしにしていきます。まず尻尾にちょっと切れ込みを入れて、背中の方をまず包丁入れていきます。で、この時に中骨ですね。しっかり骨が当たるようにガリガリとやって、しっかり跡をつけていきます。で、今度はお腹側。さっきお腹開けたところから、一本、入れていきます。背中の方と一緒で骨に当たるように。で、そしたら尻尾のところからちょっと包丁入れて、で、一気にシャッとやっていく感じですね。で、これでまず片方できました。で、逆側も同じようにやっていきます。まあ、逆側は僕の場合お腹の方からまず先に入れまして、で次背中ですね。まあ、お腹の方はだいたい入ってればいいんで、で背中の方にしっかりと骨まで当たって切れ込みを入れると、そうすることによって下ろしやすくなります。先ほどと一緒ですね。ちょこっと包丁入れる空間をやって、で一気にシャッと、まあ、結構タイは中骨も硬いんで包丁が引っかかりやすいですけど、でこれで三枚おろしの完成です。でこのアラなどは後でアラ汁に したいと思うので取っておきます。で続きましては腹骨ですね。こちらをすいていきます。まあ、なるべく身を削らないようにギリギリを狙ってすいていきます。で、このちょっと見えますかね。白いやつですね。これ食べた時にちょっと気になるんで、こういうのはまあ手でちょちょっと取ってやると、まあお刺身で食べた時に気にならなくていいですね。じゃあ逆側もやっていきます。なるべく身を削らないように薄く。はじめちょっと硬いんで、その時にガリッといってあまり深くいかないように、そこが注意ですね。なるべく薄く薄くやっていきます。でこちら側もちょっと白いのがあるので、これを取ってやると。で続きましては皮引きをやっていきたいと思います。さあ、皮引きですね。まあ、皮引きは人によっていろんなやり方があるんですけど、僕の場合は、こんな感じでやっていきます。で、ちょっと普段は僕、鱗取らないんですけど、ちょっと取ってるんで、やりづらいですね。ごめんなさい、ちょっと見づらくなっちゃいますけど、こうやってゆっくりゆっくりやっていくと取りやすいですね。
こんな感じです。どうしてもちょっと腹に残っちゃった場合は、まあ普通に削ってもらえれば大丈夫です。まあこんな感じで、ちょこっと削ってもらえれば OK です。これで皮引き OK です。じゃあ反対側もやっていきます。でこっちはちょっと背の方を湯引きで食べたいので、まずはじめに割っていきます。で骨の方は腹の方に残しておいて、で湯引き用に背の方はこちら取っておきます。で、腹の方を、だけを、皮を引いていきます。腹の方はちょっと、皮が柔らかいんで難しいんですよね。で、ちょっと見えづらいんですけど、ここで失敗しました。情けないっす。まあ、そういう時は、まあ、逆側から、やったりだとか、まあ、魚によっては手で残りを、ビローってめくっちゃえば、綺麗に取れる時もありますね。ハマチとかブリとかは結構僕は手でやっちゃいますね。ただ、タイだと身が全部持ってかれちゃうんで、そういう時はこうやって頭の方から、また皮引きをやれば、綺麗にできますね。で、まぁ、ちょっと身がたくさんの、なくなっちゃうんですけど、まぁ、ラジルに使えるんで、それはまぁ、結果オーライということで。で、こちらで腹の皮引きも OK と。はい、そして、あとは、中に、骨にね、ちょっと、でっかい骨がついてるんで、こちらは割っていきまーす。で、これで、まぁ、よく、お店で売ってる感じのタイのお腹の方の短冊の出来上がりですね。で、まあもう片方の方ですね。こちら両方ついてるんで、まずはお腹の方を切り取って、で、まあ僕はちょっと汚いの嫌なんで頭の方は整形しちゃいます。こんな感じですね。これ両方ともお腹の方ですね。で、今度は背中の方。こちらもこうやって中骨を取っていって切り落とします。で、こちらが背中の方ですね。あとはお皿にこれを切って持っていきたいと思います。はい、それでは最後の工程、切ってお皿に持っていきたいと思います。で、このタイ今日買ったばっかで鮮度もいいですし、ちょっと包丁が切れづらいので、本当は薄くやりたいんですけど、ちょっと分厚くなってしまいました。で、いい感じになって、真ん中が空いているので、
ちょっと下手くそなんですけど、ここでバラを作っていきたいと思います。まあ、今回はちょっとキレ数の関係で4キレでやっていきたいと思います。本当はですね、もっと薄く切って、実際の方でやるとね、ものすごく綺麗にできるんですけど、まあこれ下から順々に上に並べてって、下からくる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 っとやって、横にやって乗せると。ごめんなさい、ちょっと手で隠れちゃって見えなかったですね。またちょっと違う機械で見やすい角度でやりたいと思います。まあこれで完成ではないですね。湯引きの方をやっていきたいと思います。さあ、こちら湯引きの方をやっていきます。熱湯を用意して、ただこれをかけるだけです。そうするとね、こうやって一気にくるーんとなっていきますんでね。で、こちらを、氷水かなんかにちょっとつけてもらって、あとはキッチングペーパーでしっかり水気を取れば OK です。そしてこちら、粗汁のための粗の処理ですね。骨を、まあ、鍋に入る程度に適当な大きさでカットしていきます。まあ、この時ね、結構硬いし、ヒレにトゲがあるんでね、切る時は注意してください。で、続きましては、頭の方ですね。まず、ヒレを3箇所、こちらを落としていきます。まあ、この時も結構硬いんで気をつけてください。そして、まあ僕のやり方なんですけど、ちょうど中心ら辺に軽く包丁が入る程度の傷をつけます。で、そこからもう包丁を縦にして一気に包丁を入れていくと。で、もう鯛の頭は硬いんでね、もうあとはもう一気に叩き割りながらいく感じですね。はい、あとはこちらをきれいにして、粗汁用に塩をまぶしていきたいと思います。